皆さんこんにちは、太郎です。本日は3月8日水曜日です。本日はですね MZ555 に乗っております。これはロータリーをつけたトラクターなんですけれども、塗料もですね、まあ白かけじゃないのと思われる方もいらっしゃるかと思いますが、確かにですね、アーゼン塗りも終わりまして、SL45、それにウィングハロー取り付けたんですけれども、まだですね、私が、作業してる、管轄してると言いますか、私が作付けをする田んぼの地区ではですね、水が出されておりませんので、まあまだ白がかけないという状況ですね。それで今日ですね、昨日のショート動画でちょっとお話しさせてもらいましたが、こういったですね、草がちょっと多い田んぼ見えますかね。こういった田んぼをですね、ちょっとロータリーで軽く変えていこうかなと思っております。まあというのもですね、ちょっとね、草、まあ去年もね、バサグランの試験とかいろいろやったんですけれども、やっぱりね、草っていうのは米作りの大敵だと思うんですけれども、まあそれは皆さんも一緒かなと思うんですが、まあ、私はね、一発白かきをしているっていうこともありまして、ちょっとね、この草にはね、ちょっと私のやり方、ちょっと弱いと言いますかね。まあこのぐらいだったらすき込めると思ってるんですけれども、ベストな水状態ならですね、まあ、ただやっぱりね、草少ない方がやりやすいはやりやすいので、白柿をちょっとあまりにも草が目立つなというところはですね、今日みたいにトラクターですき込んでいこうと思います。よろしくお願いします。でね、まあ私すき込むと言ったんですけれども、まあ正直ですよ、正直そこまでこのね、必要性を感じておりません。ロータリー工、まあね、ある程度かければもうそれでいいと。むしろもうロータリーじゃなくてもね、カルチでいいと思ってるんですよね。パワーディスクとかスタブルカルチとか、そっち系の引っ張り物、まあ、その類でもいいと思ってるんですけれども、まあ持ってない、そういう機会を持ってないというのとね、まあ持ってない、今持ってないからですね、持ってないのでロータリーは作業を行いますが、ロータリーでもう一足、PTO 変速は一足で行います。そしてね、私の場合多分ね、人よりちょっとスピード速いですね。っていうのも、その引っ張り物でいいと思ってるぐらいですので、あとはね、私の場合全部田んぼですので、水を入れて白かくので、まあ一緒かなと、ある程度もう崩してしまえば土の塊をと思っておりますので、そんな感じです。はい、更新はね、5でやっていこうと思います。ちょっとね、作業を思い出しながらなので、ちょっと顎をつくと言いますか、あまりうまくできないかもしれませんが、そこはご了承ください。ただね、もう私の考えは一貫しておりまして、そこまで書く必要はないと思っております。で、はい、ロータリー、このね、 MZ555 パワーあるので、もう1500回転ぐらいでやっていこうと思います。変速、まあ、大体ね、トラクターのスピード2キロぐらい目指しながらですので、よいしょ、こんぐらいかな。SL と違ってね、ガチャガチャシフトなんですよね。 FCO と言いますかね、クボタでは FCO と言いますが、これなので、まあ、ピシャリのスピードにはできないんですけれども、まあ、だいたいこのぐらい、はい、このぐらいですね。1500回転で、はい、2キロぐらいと。今 PTO はね、340ぐらいで回っております。で、このぐらいなんですけれども、はい、まあ、結構いいでしょ、結構ね、まあ、もちろん、まあ、稲刈りやとね、1回書いてありますので、まあ初書きではないんですけれどもね、まあこんな感じです。私の家では1回稲刈り跡に書くぐらいかなっていうところですね。でも遠くの田んぼとかね、まあ、田んぼによってはもう1回しか書かずに、そのまま白かけを迎えるというところもありますが、まあ、
それでもね問題なく米作れております、まあ、ですのでまあねその経験もありますから私はそこまでねロータリー工重要視しておりません。そしてねそういう田んぼをちょっと遠いところの田んぼ広いので広いところがあるんですよね。もう変速8マックススピードですね。もうそれで回転ももうちょっと上げてで PTO 回転数は1変速は1なんですけどもエンジン回転数上げてですねガン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 田んぼを走るようなイメージでね、まあそれでもスタブルカルチとかねパワーディスクのようなスピードは 出せませんけれどもさすがにね副変速はローでやっております。それでもね問題なく作れたのでまあ私はですねいいと思っておりますね。ただね見た目的にはやっぱりピシャッとね変えた方が綺麗ですよね。ほんと畑のようなね見た目がねやっぱり私も綺麗だなといつも見て思いますけれどもまあねいざ我が身になると、まあ、そこまでねするのはねちょっと大変ですのでもうこのようにねスピード出しながらザー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 ともう補助の広さによってはもっとスピード出します。それでいいかなと思っておりますね。でこの FZ の時は私は隣接幸運は行いません。このようにね隙間を空けた幸運ですね2本隙間を空けてで一番ね最初に書いた方の隙間を埋めていくとひたすらそれを繰り返すだけですね。なのでぐる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 とねしながら枕をねあまり踏みしめないように作業していく形になります。うん、いい感じですね。やっぱりね SL と違ってもうトラクター自体そもそも大きい機種ですので MZ 全然エンジン回さなくても余裕ですね。まあまだねまだ補助広ければまだ回してまだ飛ばすんですけどね今ちょっと撮影してるというのもありますのでちょっと抑えめですっていうのもねやっぱりエンジン音入りすぎてもうるさいですしねなのでちょっと抑えていますけれども、まあ、大体ね2000回転で使うのがベターかなーとは思ってるんですがまあそれでもね全然いいですね。1500回転でも SL の時のアゼノレのようなもんでしょうか。意外と低回転でもいけるんですね。ただねコメントで一件いただきましたが DPF の心配もやっぱりあるのかなと、まあ、一応ね SL の場合1500回転でもあの自動再生ね溜まっては減り溜まっては減りを繰り返してたので、まあ、再生はしてたようなんですがまああまりにも低回転を狙うとねそういう再生ができなくなって、手動再生一回止まってから再生しないといけなくなる可能性があると思うので、ね、そういう各々 DPF がついている機種については気をつけていただきたいなと。ディーゼルエンジンね進む問題があるからやっぱり回した方が調子はいいんでしょうね。そう思いますね。うん、いいですね、まあ、この田んぼの土質も相まってなんかもう綺麗に欠けてるように見えますね。草もねまあまあ見えますよ見えますけどまあ私はこのぐらいいいんじゃないかなと思います。はい草はね生えますからね私はいいと思っておりますね。このぐらいで十分かなと。この田んぼはねちょっとね綺麗にかける田んぼなので想像以上にね綺麗ですけれども普通の田んぼまあ特に稲刈り跡とかねまだ一回も描いてない田んぼとかだとまだまだ土の塊もね大きいですしそんなにねこんな綺麗な見た目じゃないですけれども私はそれでもいいと思っております。どうせね水入れれば水吸って柔らかくなってハローでね混ぜるわけなので結局同じようになりますよね。まあ稲わらが見えるとかあるかもしれないですけど別に稲わらはそんな悪さしないですからね、まあ、草はね生えますけど稲わらは問題ないと思っております。私はですよ
はい、ちょっと途中ですけれども機械を止めてみました。でね、今映している箇所、ここが一番草が密集しているかなと。このぐらいの生え方でこの辺りはですね、こう生えておりましたが、まあね、PTO 一足で更新制御後、もちろんね、このロータリーちょっと大きい、なんて言うんでしょう、こういう MZ とかそういうやつ用のロータリーと言いますかね、大きいやつですので、小橋の KRS222、まあ、爪もちょっと長いのかなと思うんですけれども、まあまあだからといってね、更新後いいぐらい入ってますよね。まあ、そんなにね、ひっくり返すぞ反転するぞという気持ちはないんですけれども、まあこんなもんでしょう。もう草全滅は無理ですのでね、むしろ私の想像以上にすき込んでくれていますね。このぐらいになればね、あとは、まあ、もちろんね、白かきするときに水が多すぎたり、まあ、少ない分はまだね、ちょっと入れればいいんですけど、多すぎたらね、なかなかかけないのでうまく、あとはね、ベストな水状態で白かきできれば、むしろこのぐらいね、このぐらいあっても水状態がベストなら自分的にはそこまで問題ないと思ってるんですよね。このぐらいの草なら、これよりちょっと長くなってくるとちょっと厳しいかなっていうのはあるんですけどね、まあ、こんな感じで作業しておりますね。結構飛ばしてますけど、まあまあいい感じでしょう。どうですか、私はいいと思っております。私はですね、ちょっと今日私はですねっていうのが多いですけれども、まあね、あんまりね、ロータリー工程、インターネットサイトとかで見てもね、あんまりスピード出す作業じゃないみたいなのでね、本来じゃないのかもしれませんけれども、もうね、私はいいと思ってます。細かく砕く必要もないと思ってますので、はい、ほんとスタブルカルチャーね、パワーディスクのような、もうああいう引っ張り物の作業、それである程度すれば水を染み込ませても白かきでいいと思ってるんですよね。なのでまあこのぐらいまでなれば満足です。ほんとね、さっきも言った通り、撮影とかなければね、全然まだ飛ばしたりしますので、まあ、もちろんあまりにもね、欠けてないようなのだったらそれはダメですよ。ちょっと深く入れたり、ちょっと回転数、エンジン回転数上げたり、スピードちょっと落としたりですね、しますが、まあ、PTO はもう一足ですね。 PTO は一足、それ以上欠くことはありません。ただね、よっぽど欠けないという経験もないですね。なのでね、まあこんな感じですね。ちょっとね、これいい感じだと思うんですけどね、まあこんな感じでここしなくてもよかったまあそうも思えますが、まあ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 、でもまあマイナスにはならないでしょ、このぐらいなら。このぐらい、まあ書くことによってマイナスになることはないでしょうという意味ですね。まあ大方ね、大方書けてますので、まあこんな感じで今日はね、作業しっかり頑張っていこうと思います。はい、またね、皆さんいろんな作業速度でですね、されてる方多いと思います。でもちろん畑、水田、まあ、ビニールハウスとかね、場所によっても耕運速度全然違うんじゃないかなと。ほんとね、私もいろんな方のね、ほらトラクターね、あそこでも動いてますが、まあ、いろんな方のトラクターどのぐらいでしてるかなとか思って見るんですけれども、やっぱり人によってね、全然違いますね。でもちろんスピードカルチとかそっち系持ってる方はね、まあ早いですね、ズン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 行きますので、まあそんな感じで見てるんですけれども、ほんとそれぞれですので、また皆さんね、どのぐらいでやられてるか、こんぐらいが良かったよとか、このぐらいでいいよとか、このぐらいが必要なんじゃないかとかはあると思います。私もね、まあこんな偉そうに言ってますが、就農してまだ3年ですのでね、その圧倒的経験不足はあるんですよね。また皆さんの経験から来る、このぐらいの作業は必要だとか、まあ、このぐらいでいいとか、そういうのがありましたらコメントでね、教えていただけますと嬉しいです。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。本日の動画良かったよ、
白かき前のロータリー頑張ってねと思ってくださる方はコメント、高評価、チャンネル登録をぜひよろしくお願いします。それではありがとうございました。失礼いたします。